おお、ダメじゃんか。え、え、誰。えー。 ははい皆さんこんこにちはトツです本日は大の大冒険こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、先週ね、まあ「最強剣激突」というタイトルで、まあ、ロンベルクに作ってもらった大君の剣、えー、そしてね覇者の剣がザムザの手によって渡っていたものがハドラーの右腕に埋め込まれていたよっていうことでこの2つのねもうまさに最強の剣がぶつかるっていう展開がございましたでどうやらこの剣に関してはね、まあ、力として性能としては互角なのかなっていう いう感じなんですが、まあ、今までであれば、まあ、ダイ君特有の技だったオーラ系のね、あのドラゴニックオーラ、これがこのハドラーに対して有効に活用するのかなと思いきや、まさかのハドラーもここに来て蔓延期ね、まあ、超魔生物としてだけでなく、またね、オーラをまとうということで、ドラゴニックオーラ対この蔓延期みたいなね、このオーラの力としてのね、力比べみたいなのがね、ここに来て勃発しまして、まあ、それに関しても もう残念ななながら今ほぼほぼぼのかっってていう感じになっております前回ポップはこのハドラーに関してね、まあ覚悟みたいなことを話していて、えー、さらにはハドラー自身もポップのことをね、名前で呼ぶというね、ちょっと感動的といっていいようなシーンがありました。そういうところからもこのハドラーが覇者の剣だったり、この萬暦器っていうものをね、力を使えるだけではなくて、まあ、中身もね、成熟した本当に魔王みたいな感じになったのかなっていうのが伺い知れるんですけど、 前回ラストの方でやはり大君ね、まあ、オーラの方も保てなくなって、まあ、ラスト一瞬全てを込めてねハードラーと戦いぶつかうっていうシーンがあったんですが、まあ、その中で結局大君がね使った技名みたいなのは明かされないままあ、先週終わっていて、まあ、それに対してハドラーは技の名前言ってねちゃんと対抗していたんですよねでその時に大君の,その演出として雷インの演出みたいなのがあったじゃないですか、まあ、僕はあれリアクションしている時に ディガーブリークなななんじゃないかなっていうね、そういう予想を立てているんですが、仮にそうなんだとしたらいつの間に習得してたんだっていうところがあるし、逆にあれが習得してたうんぬんじゃなくて、一発でやりのけたっていうことだったら、やっぱ大君すげえなってところなんですけども、あれを使ったことによって大君がね、前回氷河の中に落ちていくようなシーンがあり、さらには助けていけてないところが今あります。ハドナーももちろん氷河の中に落ちたんだけども、それに関してはミストバーがね、回収に 今向かっていていさらにはハドバー,、ね、ームの攻撃と違ってダイ君の攻撃っていうのは多分ハドラー君は時間をかければ回復できるっていうところがあるはずなのでこの後また回収に向かってね時間経っているとハドラー自身もちょっと回復してきちゃうんじゃないかなっていうねそういう心配を今していますそれに対してねポップも今回収に向かいたいのにもかかわらずまさかのキルバーンをここで相手に しななきゃいけないいいけってててうこのの展開が来ていて大の安否ねどうなってしまうのかさらにはポップがねこのキルバーンという敵に一人で立ち向かっていって果たして勝てるのかっていうねめちゃくちゃ心配な展開が今起きているんですけどもまあ前回僕の中でねちょっと気になっていたのが大君をねポップが連れて飛べルーラを使っていたところにハドラーが追いついてきたじゃないですかあそこで逃げてる方向がみたいな話があってそれが東だったんだよねこのの世界の中で今東 私の方向に誰がいるのかっていうのはちょっとわからないんだけども、まあ、僕はここのセリフなんか意味あるんじゃないかなって個人的には選手の中で思っておりまして、まあ、このキーワードを使ったねちょっと深掘りをオープニングね流れた時に話させていただきながらねアニメ本編に聞かせていただきたいなというふうに思っています、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオオンドを使って一緒にお楽しみください簡単でご案内されました本編スタートです よろしく頼むぞさあ始まりましたというわけでさっきのオープニングトークの続きねで東に向かったよっていう話がありまして、まあ、今まで散々この戦いいろいろ考察していたんですけども今週こそやはりここで誰かがね 助けに来てくれる展開あるんじゃないかなっていうふうなことを勝手に想像しております。で、まあ、そうなってくると、向かう方向が違うぞっていうのが、まあ、ハドラのセリフから明かされているので、まあ、助力に来れるのは、パプニカメンバー、パプニカにいるメンバーは、除外になるのかなと。だから主要キャラクターは、まあ、ここに助けに来ることっていうのはもうないのかと思っています。 であそこにいなくても多分マトリフとかも確かね、多分療養してるとかもあるだろうし、うん、味方キャラなんじゃないかって思われる人は出てこない可能性が高いと思うんですよ。となると、あの戦力に対抗できて、かつ、その、パプニカにいない人っていうことになってくるとですよ。やはり、やはりね、ここでやっぱ、バラン。 バランが、このダイ君たちを助けに来てくれるんじゃないかなって思うんだけど、どうでしょうもしくは助けに誰も来ないんだとしたら、やはりポップね、今のところまだちょっとオリジナルの魔法とかも出ていないし、ここに覚醒が、タイミングとしてあるのかなと。ただ魔力が切れてるっていう心配があるんで、まあ、ここれがどうなさあ、えー、氷河に聞いたダあ、まだこのタイトルってことは、ダイ君は出てこないから、 多分、ポップとキルバン戦になるのかないや、けど、これ、どうすんの ?1 対1で、もうすでにルーラも使えないほどの、魔力切れなのに。いや、一人じゃ絶対無理だと思うんだよね。うん。えぇ、ー、えぇ、ー ちょっと落ち着け絶対無理だぞ。う<ー>ん <laughs>。それ。それね。あ、えここはここはあれ思いとどまった。ああ。クールクールだよね。 うん、ポップなんかあるんか妙案これで。うん。この相手で、今の魔力で。何どうすんのえ逃げた仲間を呼びに行くのやっぱ。あー。え、けどさ、だって前回方向がみたいな話あったよね。 あれ俺間違ってるかないや、けどこれもう無理でしょ追いつかれちゃうんじゃないのキルバーンとか。あ、えめっちゃ早いあー、大ん抱えてないとこんな早いのか。これならいけるんかいや、追いつかれちゃうんじゃねえのいや、いけるすごいかっこいいね。いや、もうほら、もう、<laughs> もう、ダメじゃんか。ええ 誰えああ <laughs> <laughs> クロコダインのさんあ確かに。シュンケルの時にあったもんね、これ。あのでっかいグリフォンの。まさか。え、空中戦クロコダインが。おっさん。やば。嬉しい。もう好きなキャラ揃い踏みじゃねえか。 ポップとクロコダインなんて。え逃げたのえ、ってかポップとクロコダインとあの鳥で逃げれんのさっきまでのポップの方が早そうなのに。あ、なるほどね。ああ、テンが行く。いや、けど大君はうん。 なんか敵に回収されちゃうとかそういうことになっちゃうんじゃん、これだと。いやいや、おっさんあれじゃん。ポップの気持ち組んでくれんのあはは、<laughs> ちょっと熱い <laughs>。うーん、もうこのおっさんがだって逃げるなんてね。あはははは。やば。 いやえ、クロコナイの膝でポップ泣いてる。<laughs> タオル用意してない。そんな展開来ると思 <laughs> ってなんかっ、ね、た。やば。<laughs> うー、いい。いいけど、ないわ。ねえ、どうなっちゃうのあ、ほら、やっぱ、もう超魔生物やべえじゃん。再生能力。 いや、あれ、だから何だったんだろうねいやあれギガブレイクじゃないまた褒めてくれるいやまさか泣くとはな僕いやーこんな褒められてもちょっとまぁけどあっやっぱ やっぱりやっぱりやってのけたんだねギガブレイクうんだからバランくんのかなと思ったのよ俺はギガブレイクが伏線だと思ったんだよ いやー、今回はだからハドラーくんの勝ちだね。いや、堂々とこれで帰れるじゃん、ハドラーは。あっえあー戻ってきたから攻められてんの。いやいや、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。見てない、見てない。現場を。ポップだって、さっきのあの、 いやどうなんのよあヒュンケルいやもうなんか熱っもう軍団長たちが <laughs> 優しい <laughs> うんいや聞くよね けど、どうするえー、クロコダインが行くの一人であ、これでダイオ・バランが拾うのかないや、意外と、それこそキルバン、ミストバーン。拾って、なんかバウンサーンさんのものを元に連れ帰るとか、そんな展開もあってもおかしくない気がする。おえチーウいや、ポッポは休め一回。 子供ってお前が言ういやー悔しいなーポップはいやーけどこれでまた一回り強くなりそうだね何とかって MP 回復とかがあったっけないよねうん？ あ、あるのあ、清水か。いや、行くのマジで。うんてか、レオナ姫は大丈夫なのダイ君が今この状況で。<laughs> いや、サクシ、サヒュンケル。いやー。 みんな、あれだね。いろいろな考えがあって、いいね。いや、頼りにされてると思いますよ。ねいや、ちょっと待って、この状況どうもう丸見え、丸見えしたから。うん、あ、えやば。ここで、しかもなんか回復みたいな音聞こえたけど。ちょっと。 ああ、もうチーはある種劇を飛ばしてたみたいな感じなのかなこうなるように。いや、けど、あれ多分、あけど昔のだったら見えたんだろうなって言おうと思ったけど、ここはあれか、なってないんだよね、アニメに。<laughs> あ,あええー。ってことは、ダイ君まだあれか。そこにいるのかな うーんー、やっぱあと3人。え、けどあと3人でこんなあと残りの話数引っ張れなくねいくらなんでも。まだ絶対なんかあるし。さあ、どうなるかな、大君は。いや、まあ、ハドラもまあ、やられなくてよかったかなって、ちょっと複雑な。あ、え、行くのかこれ。ねみんな、今なら話聞いてくれそうじゃない ベンガーナオも、モおいや、攻め込むのええー、もうクライマックスじゃん。ああ。ああじゃあミストバーンかキルバーン。もしかはやはりハドラーが落ちるのか。ここで。いや、来るぞ、これ。 あとはもうベンガーのを次第じゃない。ああ、ちょっとどうかな。もう前回あんだけ大君にね、興奮してたのにね、目キラキラ。いろんない。お <laughs> 大君のことでしょ。いや、もうベンガーのを。あんだけバカにしてたのに、ね、もう変わったね。いや、可愛いい。ちょっと。 もう大君のファンになっちゃったみたいな感じなのね。うーん、わかるよ、その気持ち。もう、ベンガーナオ可愛いんだけども、こう、コアを組んでやりたいわ、たわかるぞって。うん。いやー、レオナ姫も、いの一番に駆けつけたいだろうにね。 うーん。かとり先行的な感じかな。ちょっと例えが減っただった。うーん、それね。あ、戻ってきた。いや、回収はされてないって流れっぽいね。海中で大丈夫どうなってんだろうあ、えいや、どうなるの いや、うん。けど一回、一応勝ってるっちゃ勝ってるし、いや、お怒りを買うことはないんじゃないかなって俺思ってんだけど。いや、さすがに、こんな戦力消さないでしょ。で、本当にバーンってあれなのかなもうなんかミストバーンとかキルバーンのあれなんじゃねえかなと思ってんだけど。 裏で操られてるよ。ずっとほら、影に隠れてるじゃん。いや、それ何熱い魂って。何なのミストバーンって。あここがバーンの音。おう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 おおお、現れた。うん。 大パワーアップ。大ってつけんだ。ああ、その中であザボエラザ <laughs> ボエラもね。確かに。<laughs> 入れたよ。あ水いただきました。うん。いや、またあれだろ、どうせ。うん。う知ってる。だから、これで結局、どうなってんのっていうところなのよ。バーンは。 んえあええバーン立ってるえいるの本当にバーン生きてるんだあ動いてるわいや失礼いやミストバンキルバーンのあれなのかとも思ってたのにい,いるちゃんと生きてるえ ちょっともうちょっと明るくならないのおじいちゃんじゃない結構これがラスボスこんなおじいちゃんキャラなんだまあ声は確かにそんなだけどいやーハドラーもあれなんだね初めてなんだハワワワワってなってるけどいやもう声の迫力よ素晴らしいねいや出たよ え、けどなんか思ったより、いかちくないし。えー、本当にこれがラスボスなのか動いてはいるけどやっぱ、なんかバーンって呼ばれるのはもう他にいいんじゃねえの違ういや、ほらなんかハードラーも疑ってないあ,あうなつける。そこね、 うん。そうなのよ。あいや、ええそれは危険な考えなんじゃないえ <laughs> 読まれた心が読めるのかやべえな。えってことは攻撃を仕掛けた動きとかも読まれちゃうんじゃない もうこの二人がだって静かにしてるんだもんいや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 バーンやべえ <laughs> すげえ萎縮しちゃってる何このもかっこいいんだけどえこのチスいいね およかったねよかったね中間管理職継続移動願い出ずうんなんだあやっぱ大君かこの流れあーそっち うーんいやー油断ならねやつになったな本当にいや笑ってるようーんだよねーうーん おおいやあ、これどうなるんもうだって6代もさ、残るとこもザボエラのみじゃん、ミストバンがなって、ハドラーが自由になるなら。いやあ、まだ道のり長そう人数はこれだけなのに敵の幹部。 遊撃みたいな感じか。キルバーン。暗殺者。い <laughs> やいやいや、ザボエラ。<laughs> 聞いてるんだね。なんだなんか落ちたよ。あ、よいよ、あれか。ザボエラが自分で動くか、これ。そういう感じおザボエラの最後が見れそう。よいよ。 <laughs> もうえもしかして自分も超魔生物になるとかそんなあれかなザボエラ大君これおおどうしたこれどうなってんのええ海の中だよね氷の中っていうか海中 んあ、えマジですご。いやー、そん、え早速ええー、こんな新しくできた武器がいきなり いや、ここら辺がちょっとあれだね、リアルというか、漫画らしくなくていいね。いや、どうなっちゃうのあ <laughs> 言ってたそばからその話おうチェス。うーん、そういう設定なんだね。 いや、どれが何なのかよく分かんねえぞ、ルークとかわ分かるけど。うん。いやー、何ここに来て。えうん。んだどういうこと んその輝きえ折春子どういうこと駒が折春子はどういうこと駒をくれてやる 何どういうことえまたできるのかここでなんかハドラーの部下みたいなのがそういうことでしょうええー、いやもう軍団長とかもうどうでもいいじゃんねミストバーンの方が今任されてるけどもう今度こっちが主力の舞台になるってことだわ。 だから今度、ダイ君が今、ポップが助けに向かってて、ま、剣守ってくれてるってことだから、ま、無事回収っていうか再開できる流れにはなると思うんだけども、いや、ハドラーとのまた再戦の道のりは、一気に遠のいたね。長い道のりになったね。今何個出てきたっけ、コマ ?5 個くらいあったか。 あれがまた順番に戦う相手みたいになるってことじゃないかな。で、最後なんか、クイーンがガシャーンってやれてたから、あの、クイーンって呼ばれてるの相当やばいんじゃないか。いや、しかも、オリハルコンから、えオリハルコンから作るみたいな感じなの禁止法がうんちゃうとか言ってたけど。ってことはめちゃくちゃ勝てえってことだよね。えー、どうなるの もうそれこそ、これから、クロコダインのおっさんとか、あの武器とかでやっていけるんかなまたロンベルクになんか作ってもらう流れとか出てくるのかねこのまんまだと。 いやなんかレオナ姫たちも死の大地に向かうとか言っているしなんかお話がね死の大地編みたいな感じで新章突入っていう流れ来てるじゃないですかこれは来週また考察がはかどる展開来ましたねもう最近もう考察がね結構ずっと同じような感じになっちゃってたとこあったけどもこれで一気にまたねっていうねいやちょっともう来週からまた楽しみしかないですねまたどんな敵が出てくるのかっていうねはいというわけでね30分以上 ご視聴いただきありがとうございました。以上、動画部活がお送りしました。バイバイ。